オペラ座の怪人っていろんな見方があると思うんですけど、醜い男性が好きになった女性に振られてしまう悲しい恋愛物語って認識してしまう人も多いかもしれないんですけど、専門家から見るとどういうふうに感じました？私はそういう話なのかなと思って見てたんですけれども、最後の怪人の醜い顔をそのまま受け入れてもらうっていうシーンとキスのところで感じたのは、まあ、怪人からしたら愛されなかった、愛を知らなかった男が、最後に愛を知って満足する話、存在そのものを認めてもらうっていう無条件の愛を知って心が癒されるっていう、そういう話だなと思います。劇団四季のミュージカルの中には醜い容姿っていう存在が結構出てくると思うんですよ、うん、例えば美女と野獣とかノートルダムの鐘とか出てくると思うんですけど、それぞれ結末とかお話の内容は違いますけど、どういう物語だと感じます？美女と野獣が一番うまくできていて、もともとイケメンが魔法によって醜い怪物に変えられて、ベルのね、まあ、優しい愛情によって傷んでいた獣の心がまともな王子様の心になった時に元に戻るっていうね、オペラ座の怪人は似てますよね、うん、見た目にとらわれない愛っていうんですかね、うん、無条件の愛が荒んだ男の心を癒しますよっていう話では同じくくりかなと思いますが、オペラ座の怪人ではこう分かれちゃいますけどね、美女と野獣だと、まあ、若くてイケメンの王子様になりますから最後結ばれてしまうという、まあ、見事ハッピーエンドになっているので、まあ、すごく完成された物語かなと思います。ノートルダムの鐘はどうですか？ノートルダムの鐘こそちょっとかわいそうな話ですよ ね、本当に心優しい醜いだけの男の子が、まあ、最後は振られてしまってイケメン会みたいなね、ちょっと話的には納得できない感じはありますけれども、まあ、現実的にはそうなるよねっていう、まあ、しょうがないかなっていう感じはしますけれども、オペラ座の怪人って、まあ、いろんな登場人物が出てきますけど、クリスティーヌをめぐってラウルと怪人の三角関係のように描かれているかなって感じたんですけど、ラウルと怪人は対照的な人物ですけど、どのように解釈されます？陰と陽ってね、よく言いますけど、怪人は明らかにもう闇の部分っていうか影の部分ですよね。そしてラウルはまあ陽の部分ですよね、成功しているし日当たりのいいところで育ってきた坊ちゃん的な感じもあるし、しかもまともなことを言うまともなところで育ってきたみたいな、うん、女性って最初闇の部分に惹かれる部分ってあると思うんですね。不良な子に惹かれるとかちょっと怪しい方に惹かれちゃうみたいな。でも結婚する時って結局最後の最後は安定を求めるんじゃないかなという意味で陰の方に行って最後は陽に戻るっていう、このストーリーの流れがすごく共感されていいんじゃないかなと思いました。オペラ座の怪人ってああいう感じで物語終わりますけど、実際にはアダルトチルドレンの方は大きな愛で包まれてハッピーになることが多いんですか？それは出会う男性の質によりますね。クリスティーヌはラウルのような人と出会ったからうまくいったわけで、うん、まあ、ディズニーの映画でいうとラプンツェルとかそうですけれども、グリーンライダーと出会うことによって塔から抜け出すじゃないですか。不正なる男性っていうのが、まあ、親から脱出させてくれるためのきっかけになることが多い、まあ、不正的な男性と出会うことによって幸せになっていく方向に導かれるっていうのはありますが、そういう人と出会わなければずっとぐるぐると苦しいままの人結構いると思います。アダルトチルドレンの方がまともな不正のある方を見抜けるんですかね？見抜けないので変な男と結婚して DV になってシングルマザーとかっていう人もすごく多いですね。まあ、たまたま素敵な人と出会ってうまくいってる人もいますし、それはもう人それぞれなんですけれども、素敵な出会いがあって幸せな家庭を築いている方もいらっしゃいます。そういう方は子供も幸せだし旦那も幸せそうで、自分だけ自分のことを責めていたりとかするんですけれども、そういう人はまあ早く治るんですね。今の現実に問題がないんです。ちゃんと幸せな家庭も築いていて子供も幸せそうで、まあ、お金にも苦労してなくて向こうの両親も人で、こんなに幸せなんだけど幸せすぎてはいけないような感じがして、幸せを崩すために離婚したくなってしまうみたいな変な感じになるわけですよね。そういうのをカウンセリングで取ってしまうと自分の心の問題だけなので現実には何も問題がないので早くなるんです。旦那が問題の場合は結構大変、旦那が問題の場合は本当に別れるとかどうかっていう問題が出てくるし、子供にどうするんだとかね、子が全く生活を入れないで暴力的で子供をいじめるみたいなと早く別れた方がいいとか、向こうの両親がまた変な人たちだとまたこれが面倒くさいことになりますので、なかなか旦那も支配下から外してくれない、どういう男性と結婚するかはすごく慎重に選ばれた方がいいと思います。生き方はありまして、はい、はい、あの質問すればいいんですけれども、はい、まずその男性にね、あなたはあなた自身のこと好きですか、あなたはあなた自身のこと好きですか、自分のこと嫌いっていう人はいろいろ問題があるのでしんどいかなと。もう一つは家族仲いいですかと聞くと、家族仲いいですか、良い家庭はまあまあそんな問題ないんですけども、特にお父さんとのね関わりを聞いた方がいいですね。男性は、うん、お父さんのこと尊敬してますかとか、お父さんとどんな遊んだ思い出ありますとか聞いて、いや父親とはそんなことないとか、父親なんて嫌いなので、ご
俺は絶対認めないみたいな言ってる人がいたらちょっとやめた方がいいかなっていう感じがしますね。お父さんを否定してる人はお父さんになれないのでなかなか苦労するかなと。お父さんの存在って結構大きいんですね。お父さんとお母さん大きいですね。結婚した途端に親の人格が憑依して人格が変わってしまう人っているんですよ。結婚する前はいい旦那だったのに結婚した途端に働かなくなったとかダメな人になっちゃったっていますもんね。てか向こうのお父さんお母さんよく観察して、あ、この人たちみたいに将来になるんだと思った時に OK かどうかっていうのをよく見たんですね。面白いですね。今回コラボにあたって大堀さんのお仕事どんな感じなんだろうってこの本を読ませていただいて自分なりに勉強したんですけど、興味深いお仕事だなって思ったんですけど、大堀さんってどんなお仕事されてるんですか？私はお父さんが求めているものをお父さん役をしながら過去のねお父さんとの思い出を作り直して直していくっていうカウンセリングをやってる演劇療法みたいなものですね。お父さん役しましたら娘役してください息子役してくださいねって演じながら直していくんですね。ですから皆さんには大堀お父さん大堀パパって呼んでね言われながらやってます。お父さんにやってほしかったけどやってもらってないことをイメージの中でやったり実際にやったりするんですね。ちょっと頭撫でてくださいって言ってますね。やりましょう。そうすると変わっていくんですか？変わっていきますね。お父さんにやってもらってないことが満たされることによって心の中の胸に穴が開いてるとそこ埋まっていくの。ちゃんと褒めてあげる。さすがに抱きしめるとセクハラになってしまうのでぬいぐるみの代わりに抱きしめるとかね、やるといろいろ治ったりする。いろんなことを守りつつなんですね。今日は大堀さんの事務所でお話を伺ってるんですけど、すごく明るくてリラックスできる空間だなと思いました。カウンセリングルームですね。体の施術も一緒にやる人はやります。もともとはそっちが仕事だったので私のカウンセリングが必要な方ってお父さんを求めてる人ですね。あと不正的なものを求めてる人ね。不正的なものって何なのって言ったら自分が責任を取るとか指導者になるとか出世するとかそういうことに対して激しく抵抗があるとかね、親になりたくないとか接したくないとか結婚して子供を作るのに抵抗があるとかっていう人って子供の部分が大人になることを拒絶してるわけですね。不正的なカウンセリングをすることによってあ、大人になるってそういうことかって理解してもらって自分の中の子供の部分ですね成長していくとちゃんと責任を取れる大人になっていけますよってことですね。カウンセリングをしてお父さん役になるって珍しいんですよね。はい、ほとんどいないと思う。お母さん役してくれるねカウンセラーさんって世の中にいっぱいいるんですけれども、お父さん役がちょっといないので私がそれをやっていますって。大堀さん自身がアダルトチルドレンじゃないっていうところも大きいポイントですよね。そうですね、私割と普通なのでお父さん役って言ってもあんまりすごいお父さんもしんどいわけですよ。よくあるんですけど親が政治家とかね芸能人とか警察官とか学校の先生とかであんまり偉い人すぎると自分はその偉い子の息子だから娘だからってことで結構自分の基準を捨てて、ね、親の名誉を聞かさないためにって言ってるとこれはまたアダルトチルドレンになってしまうし、反対にもう親が働かないとか暴力とか酒飲むとか女を荒らし込むとかって借金まみれみたいなね、そっちはそっちでまた大変なことになるんです。